ストローが厳しい。あとチーターが多い。ゲームが悪いんじゃないんだよな。なんかユーザーのこう流行りというか、なんか流れでこうなっちゃったんで、もう一種の文化というか、企業さんと国の力で何とかしてもらうしかないんじゃないかなっていう、もうそのレベルの話だと思うんですよね、これはね。まず今日の動画はネガキャンではないです。本当に僕が今思ってることで、こうだったらいいなっていうエペのことをね、話そうかなと思うんですよ。で、むしろね、僕EA さんからお仕事いただいたこともあるので、運営さんが見てると思って今日は動画を撮ります。運営さんに見てほしいけど、僕の動画なんて多分そんな見ないとは思うんで、届くかはわからないんだけど、ちょっとね、今思ってることをね、話そうかなと思います。今日の内容は多分ね、エペをね、ソロでやってる視聴者さんとか、ソロで多くやってる視聴者さんに多分共感できるんじゃないかなと思うんですよね。なんかフルパでこうランクガンガン回してるっていう人たちにはちょっといまいちピンとこないかもしれないんですけど。ではね、早速お題の方に入っていきたいと思うんですけど、3つ4つあります。で、まず1つ目、最初に言った、ソロが厳しいっていうことね。これはね、ランクだけのことじゃなくて、本当に全体を見ての話。ランクっていうのはそもそもね、どのゲーム、どのようなゲームにおいても、やっぱりフルパが前提、パーティーが前提で、ソロは厳しいものだと思うんですよ、僕は。どんどんね、こう上のランクに行けば行くほど、そのパーティーが前提になってくるっていうのは、それはもうランク本来の形だと思うんですよね。少し前にランクシステムが変わって、本当に本来のランクシステムになったと僕は思ってるんですよね。そこに関してはいい。ランクシステムはパーティー推奨のゲーム。そこはそれでいい。ただ、普通のゲームだったら、他のゲームだったら、ランクはね、パーティーが前提のゲームだから、一人でね、気楽にやるときは、カジュアルをやろうとか、そういう話になってくるわけなんですけど、今のカジュアルってさ、崩壊してません?本当に。エペックスだけをやってる人からするといまいちわからないかもしんないけど、異常っすよ、本当に。減りの速さ。正直ゲームとして成立してないと思うんですよ。でもこれに関してはゲーム側の問題じゃなくて、ある種そのユーザー側の問題ですよね。なぜか減りが速くて、で、やっぱ減りが速いからみんな初動折りして一箇所にもう10部隊以上が集まって、初動ファイトが終わった頃には残り5部隊です、4部隊です、みたいなことになってるバトロワって、普通じゃないと思うんですよ。これはね、もうかれこれもうずっと言われてたじゃないですか、カジュアルの減りが早いっていうのは。だけどなんかもうどん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 さらに早くなってる、減りがね、早くなってるような気がするんですよ、もう。さらにさらに。このね、減りの速さが、嫌だなって僕思うときは、自分がね、こう、ソロでまったりやりたいなっていうときとか、あと、ちょっと FPS があまり得意ではない、フレンドを一緒に連れてカジュアル行く時とか、困るんですよね。やっぱりその激戦区に降りないともう10分以上お散歩ゲーになっちゃうから誰とも会わないみたいな。で、かといって戦闘しにね、ちょっと敵がいるとこ降りるともうめちゃくちゃ降りてるから敵がもう初動ファイトでごちゃごちゃなって死んで終わるみたいな、なんかそういうどっちかの二択。もちろんね、普通にいい試合もあるんですよ、通常の通りの試合展開のね。だけどね、その頻度がめちゃめちゃ低い。10回に1回、その普通の減りのスピードの試合があるかどうかみたいな感じで。なかなかさ、もう大体は初動ファイト死ぬか、ね、敵がいないとこ降りたらもうお散歩ゲーになるとか、なんかそういう試合の確率が多すぎて、どうしようかなっていう。でもこれはさ、ゲームが悪いんじゃないんだよな。なんかユーザーのこう、流行りというか、なんか流れでこうなっちゃったんで、もう一種の文化というか。だからこれをね、運営さんにどうしてどうかしてよっていうのもなんかね、難しいよね。かといってみんなに、ちょっと一回さ、激戦区に降りるのやめようぜって言っても多分変わらないんだよね。でもね、僕は変わってほしいな、カジュアルにこういう改善点が欲しいなって思うところは、なんかもっと1位に価値があるようにしたいかな。こうやっぱり普通にバトロワとしてみんな1位を目指して、普通のヘリのバトロワがどうしても、そっちの方がね、面白いと思うんですよね、カジュアルも。何か1位に価値があるもの、なんかバッチとか、連勝バッチとか、なんか、
ポイントが多く溜まってスキンがちょっと変えるようになるとか、なんかそういうね、ものがなんかあったらいいのかなって思ったりしますけど、これは結構、まあ、ちょっと難しいのかなって思ってる。次のテーマに行く前に皆さん少しだけ時間ください。今日の動画はスティールシリーズモーメントさんのサポートを受けて投稿しています。皆さんゲームをプレイしてる時にこんなことありませんかね？うわ、めちゃくちゃいいキル取れたのにね、録画できてなかったとか、録画ソフト開くの忘れてたみたいな OBS とかね、そういう時あるんじゃないですか？そんな時はこのスティールシリーズモーメントっていうね、新しいキャプチャーソフトを使ってみてください。ゲームクリップが取れるキャプチャーソフトなんていっぱいあるじゃんって思うかもしれないんですけど、このソフトはね、ほんといろんなことができるんですよ。まずこのソフト、どのゲーム、どのグラフィックカードでも対応してます。さらにオートクリップっていう自動的にいいシーンを保存してくれる機能があります。例えば Apex Legends だったら勝利した時だったり、1分以内に3回ノックダウンしたりとか、そういうシーンに限って保存してくれる、自動的に保存したクリップは Twitter、YouTube、Discord などにアプリ内からシェアがね、投稿ができます。さらにすごいのが、保存したクリップを同じアプリ内でなんと編集できちゃいます。編集時の下のバーのところにこういう風にね、いつノックダウンを取ったか、いつキルをしたかっていうのが、ね、なんと表示されてます。編集ではこのようにテキストだったりとか、あと GIF ですねも追加できます。もう特にこの GIF 最高ですね。このソフトのダウンロードリンクは動画の概要欄にあるので、ぜひチェックしてみてください。で、次に二つ目ですね。これはですね、チーターが多いことですね。まあ、これはもうずっと全シーズン言われてると思うんだけど、まあでも運営さんも頑張ってると思うんですよ、本当に。ね。だけど、でもそう、みんな悪いのはチーターだから、なんかみんな、その対策云々で EA さんのことをね、めちゃくちゃ、リスポーンのこととか、開発スタッフのことを叩いてるけど、悪いのはチーターだから。その EA さんもね、めちゃめちゃ頑張ってるけど、多分ね、いろんな大人の事情があると思うんですよね。予算が下りないとか、スタッフが足りないとかね、多分そういう中で頑張ってると思うんですよね。というかね、エペのね、チーターがさ、そもそも他のゲームと比べて多いんじゃないですかね、めちゃくちゃ。その他のゲームの対策がとかじゃなくて、そもそも数が、エペのチーターの数が多いっていう気がする。なんか最近ランクじゃなくて、コントロールとかさ、アリーナでもさ、普通にいるんすよ。コントロールいたんすよ、この間ね。しかもなんか、パッと見、多分ね、そのウィングマン使う時だけとか、なんか一定の、こうオンオフを切り替えてるのか分かんないけど、一定の状況下だけでチート使って、あんまりこう、バンされないようにみたいな、この小細工をしてやがってですね、チーターたちがね。いやー、これはもう、難しいよね、対策としてね。完全に犯罪ですから、まあ、本当に法的にね、取り締まった方がいいというか、もう捕まえるべきだと思うんですけど、やっぱりまだ多分日本もその辺の法整備というか、まあ、ネット犯罪とかその辺はまだ、特にチーター問題とかはなんか整ってないんじゃないかなと思ってて、企業さんと国の力で何とかしてもらうしかないんじゃないかなっていう、もうそのレベルの話だと思うんですよね、これはね。で、最後にコントロールの話ね。コントロールが、ま、普通に全然楽しいよって思ってる人は別に聞かなくていいかもしれないです。僕はね、ずっとコールオブデューティーとかリスポーン系のゲームがね、得意でずっとやってきてるから、まあ、ちょっと思うとこがあるんですよね。で、コントロールは、まあ、こういう、バトロワのマップを一部こう切り抜いてそのまま使ってるじゃないですか。で、リスポーン固定でやってる。で、固定でやってるっていうことで、やっぱりね、ちょっと一方的な試合になりやすいよね。この間も配信してて、なんか10試合以上やったけど、なんか、いい試合だなっていうものがかなり少なくて、こっちがその敵のリスチに押し込んじゃうと敵が抜けて、はい、試合終了みたいな。逆にこっちが押されて、ね、押されちゃうと、味方が抜けて、はい、試合終了みたいな。なんかそういうパターンが、やっぱどうしても多いんだよね。まあそれはね、もう固定リスポーンにしてる、ね、もうせいだとは思うんですよ。だけど、その固定リスポーンじゃないランダムリスポーン、マップのいろんなところに湧くようにするっていうやり方にするには、やっぱりマップ自体をしっかりと考えて、バトロワ用じゃなくて、リスポーン用のマップとして、一からやっぱり考え直さないといけない。作らないといけない。多分その手間はめちゃめちゃ大変だと思うから、まあ厳しいとは思うんですけど、まあ運営さん、できたら途中参加、あれ今途中参加できたっけ？途中参加欲しいですよね、ガンガン、正直。まあ、カジュアルのモードだし、別にね、他のゲームを真似て途中参加全然ありでいいと思うんですよ。やっぱり今、リス固定で、やっぱ一方的になりやすくて、で、ね、打開もなかなかできないから、やっぱみんな抜けてっちゃうんだよね。
で、抜けたらもうやっぱり終わりじゃないですか。やっぱ体力が高い FPS っていうのは本当一人抜けただけでももうなかなか勝てないんですよね。まあ、Call of Duty みたいにめっちゃキルタイムが短いとワンチャン、カジュアルルールだったら勝てるかもしれないけど、エペみたいにこう体力が高いとね、やっぱり一人いなくなるだけで結構ね、厳しいですよね。もう終わりやーみたいな感じになりますよね。というわけで以上が僕が最近のエイペックスに思うことでした。まあカジュアル問題と、まあそのチーター問題と、まあコントロール、まあ途中参加ありに、もうちょっとよくできるんじゃないかなと思ってたことでしたね。でもこれ完全に二つはさ、あのユーザーの問題だから、これ運営さんにどうかしてって言えもしないよな、正直な。でもね、このゲームもっと細かいとこ改善したらもっと良くなるんじゃないかなとはやっぱ感じるので、なんか、まあ、変わったらいいなと思ってますけど、どうだろうね、わかんないですね。運営さんはもう全力で頑張ってくれてるし、ね、他のね、ほとんど問題はユーザーの問題だから、まあ変わるかわかりませんけど、まあちょっと僕が最近思ってたことを、ちょっと喋りました。なんか、エペこれやってくださいとかいっぱいね、コメントいただけるんだけど、まあちょっと最近はそんなこと思ってて、ちょっと、あんま乗り気ではなかったです。っていう感じ。まあ要は共感したらね、なんかコメントとか、ぜひ、高評価とかよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。You'd show me your heart. Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We were never apart. Drinking too young. Way too much fun. Out in the sun. Open when it's gone. Took you to prom. Dance to our song. Dance all night long till the lights come.